取って。やった。来てくれるって信じてたよ。なんかちょっと感動しちゃった今俺。こんばんは、ドコムスです。今日はですね、チャンネル登録10万人突破記念&チャンネル開設1周年記念、マイル旅行券4000枚使い切るまで終わらない離島ガチャを行います。イエーイ。4000枚という数字、これサムネはね、浅蔵くんが編集とかも浅蔵くんが作ってるんですけど、なんかキリーから4000にしとくねって書いてあって、おーおーって僕も返事したんですけど、よく考えたら4000枚って前回から250枚なんですね。で、すごい考えてなくて、おーって言ったんですよ。250枚か、おーってなって、で、しかもその時の僕の素地枚旅行券14枚だったんで、これやばくないってなって、そっからもうめっちゃ頑張ってマイル稼ぎまして、現在手元に220枚、30枚足りませんでした。すいませんでした。今日250枚使い切る気ありません。なんか数字の切りがいいから4000って言ってるだけです。まあでもね、今日はちょっとね、使い切るとかよりはなんかまあ力尽きるまでやろうかなと思ってます。せっかくなんでね。まず追い出しからなんですけど、この後ろに写真がある3人、ガビ、ゴメス、レイチェル、この3人の誰かに引っ越していただきます。さて、嘘でしょ、マジで。おい、ちょっと待って、お前マジか。こいつマジゴメス。あ、彼女が新メンバーリラちゃんです。こんにちは。あ、そうなんだ。へえ。じゃ手紙とか見てみる。あ、レイチェルから鬼のように来てるわ。マブダチのドコムスへ。あんたに似合うと思ってこの前こっそり買っておいた服があるからもらってくれるかい。うちも昔やんちゃしてた頃はよくこういうの着てたもんさ。今もたまに着るけどね。おしゃれ番長レイチェルより。やんちゃしてたんだレイチェル。タカノスカジャン。ムッキムキでこれ着てたんだ。こわ。やんちゃしてたんだって。これ何、まあまあいけてるドコムス。うるせえな。試しにちょっと履いてみなよ。サイズ合ってるかな、レイチェルより。なんだろう。車好きのおじさんやん。レイチェル車好きのおじさんやったんかな。というわけで、じゃあおー、合体しとるな。こっちは合体したまま喋ってる。なにこれ、どういう状態、これ二人ともホログラムな。エクソシストか。なんかめり込んできた。リラちゃん、めり込んでるよ。おいおい、1年経ってもカオスだな。ちなみにここだけの話ですけど、こういう累計何千枚離島ガチャみたいな感じでやるの今回最後にしようかなと思って、別に離島ガチャしなくなるわけじゃないんだけど、最近この写真とか追い出しとか離島の境目がめちゃくちゃあやふやになってきてるから、もうなんかあつ森の配信にまとめて写真をもらいながら、もやが出たら離島ガチャしてっていう、もうちょっとなんていうの、フランクな、いつ離島ガチャしてもいい感じにしようかなって。4000枚でキリもいいし、なんかね、もう離島ガチャしか今日やりませんっていう配信じゃなくてもいいかなと思ってね。さあ、お、また話してる2人。お、え、ガビ出てんじゃん。うわ、ガビ脱退です。あー、またはま寿司行くね。これからははま寿司の店員さんとして頑張ってください。ガビありがとう。はい、では離島ガチャスタートです。とりあえずガビに挨拶行こう。何よ君、もう分かってるからね、これ引っ越しじゃないって。ムムムムムムムんーですじゃないの。何？来たばっかの子いじめなよ。すげえ、やっぱストロークがちげえわ。
ほほーって言う普通。全然あっち向かない。ガン見。これ何学ラン？ノーカラーシャツのカラーの部分が見えない。最高。なるほど。じゃあ勝利の舞。強すぎるでしょこの二人。さて、では今日のターゲットの発表いきましょうか。ガン。カール、モサ、キチ、エスメラルダ、トンファン。ちょっとこの4人どうしてもね、誰かゲットしたいんですよね。そして今回、特別枠、左上にご注目ください。ダン！ゴッド保つ枠というわけでね、ちょっとリラちゃんとの共演が見てみたいっていうのと、やっぱりドコムスチャンネルは保つがあってこそというところがあって、ちょっとこの島にも保つを呼んでみて、化学反応を楽しみたいなっていうわけで、この島の永住枠として保つを探しに行く旅に出ようかなと思っております。さあリトルガチャ1枚目です。いきます。誰いた。そこいることあるんだ。この島でそこ珍しくない？のり巻きもちょっと覚醒しそうな雰囲気あるよな。なかなかこののり巻きみたいな短い前髪似合う人いないからね。にゃー間違えた。カエルの鳴き声こんな声じゃねえ。なんで今こんな声出たんだろう。なんか1年配信し続けたらおかしくなっちゃった。ウシガエルの鳴き声は違うでしょ。でしょ。うちの実家の周りウシガエルめちゃくちゃいたから知ってるよ。ぼーちゃん、しんちゃん、ヤミ、よろしくね。まだ見ぬあなたへ、アイデアふれるシルブプレイより。知らない人に手紙書くって暇なんかな。いいね、その血も涙もないコメント、気に入りました。確かにね、誰に届くかも自分で確認できないしね。だいぶ暇なんだろうね、それ。俺の知らない誰かへ、自分を貫く、オクタロより。お、オクタロ来たね。マキバちゃん。オクタロからのマキバちゃん。今日も来ました、マキバ先生。見る見る。この1年間で何回見る見る、マキバ、見る見るっていう言葉何回言ったんだろう。エモくなってきたわ。行きましょう。おグレオじゃん。目でか。目白。目あんま。傷ふっか。鼻うまそう。さて。ぬるふふふふ。違うゴッドが来ちゃった。ドラえもんの顔出し看板に鼻をつけたいばかりに奥太郎すごい呼びたくなってるわ。おっびっくりした。なんかちょっとびっくりするわ。ミスズやん、久しぶり。めちゃくちゃ可愛いな。ちょっと阿佐ヶ谷姉妹で写真撮ろうよねえ。ちょっと色一緒だから阿佐ヶ谷姉妹で写真撮ろう。ちょっと撮ろう。いいね。あ、なんか 色変えちゃった。あ、色が、あー。さてちょっと時間変えよっかな。さすがにどうしよう。早朝ガチャにしてみるか。5時の。さあ行きましょう、離島ガチャ。早朝離島ガチャ再開です。オクタロじゃねこれ。早朝にした甲斐あったわ。おーい、そうだろ。ミスズにモニカ祝いに来てくれたのか。
なんかすごい、狂ってきた、やばい。なんでだろう。あ、ちょっと待って、ゴリラじゃね。あれワンチャン保つあるよ。ちょっと待って、一回鼻かむわ。偽物かよ。偽物じゃねえけど、保つのつもりで見たらすげえ偽物かよって思っちゃった。頑張って生きてんのに。お、誰これ、バネッサじゃね。剣だった。なんか美人だと思ってナンパしたらおじいちゃんが出てきたっていう気分だ今。ふーんって帰ってきた。奥太郎ちゃん、おはようございます。本日3度目の奥太郎さんでございます。すげえ出るじゃん今日。高松です。タコや出ないのにね。あ、ハム太郎だ。ハム太郎じゃない、ハムスケだ。間違えた。マジで間違えた。かわいい。どっとこ走るよハムスケ。石のこと考えよう。いい石だな。やっぱ石っていいよな。この石すげえツルツルしてるわ。右の石はデコボコしてるのにこの石はツルツルしてるわ。久しぶり。最近なんか本当に元カノに会うみたいな気持ちになってくる。マリリンと会うと本当になんか本当にちょっと気まずい。いきます。お、ピンじゃね。あ、ピン。俺だぜっていう振り向き方したね今ね。かわいいわピン。最高。ホッケーほぼバツ丸だもんな顔。ちょっと待って。やった、来てくれるって信じてたよ。あ、なんか泣きそうなんだけど。やっぱなんか1周年に合わせて会いに来てくれたんだ。タモツ。お前やっぱ親友だわ。おい、会いたかったよタモツ。なんかちょっと感動しちゃった今俺。タモツが意思を持ってるようだった。森くんおめでとうも。タモツ永住にします、永住にしますです。やっぱドコムスチャンネルは彼抜きでは語れないんでね。はい、というわけでタモツ勧誘です。こんなエミュー引くるとはな。何回見たんだろうこの展開。しまめろ、おっそ。そうだね、ちょっとまた来るわ。俺も嬉しい。これからもよろしくね。いやー、あつ森っていいよね。というわけで今日はもう限界が来たんで、限界が来たしもうエンディングとして最高なんで、もう今日ここで終わろうと思います。でこれからもあつ森の配信は続けていきますので、よかったらこれからも見てください。気が向いたら見てください。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いします。さよなら。じゃあね。つるるんだっけ。今のちなみに最後のオンギャーはペンギンの子供の鳴き声ね。